たのだ。後半戦もしっかり稼いで最多セーブのタイトルを取るのだ。ショッピングに行くのだ。来たのだ。麻雀というのを始めてみるのだ。あとは釣りガールデビューもするのだ。付録のネタにしておく収入稼ぐのだ。ついでにラジコンも買うのだ。また来るのだ。二度と来ないのだ。オールスター休みの間で麻雀を理解するのだ。さっぱりわからないのだ。よう眠い。今日花火大会があるから行こうぜ。1時間3340円なのだ。なんだよパパ活じゃねえか。ワイドありなのだ。だからパパ活じゃねえよ。タイトルはどうなってるのだ。丸さんがまだホームラン王か。打率低いのだ。やっぱり投稿打低だな。最多勝は今11勝か。1位とは結構差があるのだ。うちは謎の大型連敗が定期的にあるからな。しっかり出番を作るのだ。誰なのだ。森下さんなのだ。行くのだ。たっためし、たっためしなのだ。麻雀もようやく理解できたのだ。次からは実践するのだ。麻雀セットを買いに行くのだ。また来たのだ。100万円。今の時代わざわざ買う必要はないかもなのだ。でも買うのだ。また来るのだ。早速実践なのだ。お食いでも読んでやるのだ。もしもし。麻雀やるのだ。大麻雀始めたのか。オッケー行くぜ。軽くネジ伏せてやるぜ。バッチコイなのだ。大量リードでの調整登板なのだ。ピッチャーは連敗ストッパー根室。今シーズン40勝。追い込んで投げました。打ったセカンド真正面。セーフセーフ。一塁へ送るアウト。これ2球投げました。打った流し打ち。打球はレフトの左へ。レフト前のヒット。ボールが転がる。中継。ランナー2塁でストップ。青木ツーベース。さあバッテリーここは踏ん張りどころ。フンス。ミノスボール。根室ナイスピッ。4打数1安打。一三振打ちました。初球打ちショート正面アウト。セット後続は抑えたのだ。さて本日のヒーローたちの久々の登板も問題はないのだ。あとは調子が上がるのを待つだけだな。麻雀やるのだ。すっかりハマっちまったな。これなら4人麻雀デビューもできそうなのだ。7月終了だぜ。1ばっかりなのだ。トントンだったか。ヤクルト勢なのだ。ピンチの場面で登板なのだ。ピッチャーは連敗ストッパーネム。今日3第8球は、うん、しっかりしっかり。この回2人目のフォアボールです。今日元気のない中野第1球投げました。1球目ストレート空振り。第2球打ちました。菊池ボールを取る。一塁送球オッケー。スリーアウトチェンジ。この回はゼロでしのいだのだ。打席来たぜ。また打ってやるのだ。ツーアウトランナー二塁という場面で出た出た。ボール。どしたどした。第2球投げました。いいぞいいぞ。ボールウィーンウィーン。第3球を投げました。めっちゃ効いてて笑った。わっしょいわっしょい。次が4球目投げた。ストレージ4玉たまたま。さあ投球は5球目。ネル選んでナイス。でも点は入らず。タイガースこの回は上位打線から。さあ5球目打った。小園掴んだ。一塁へ送るアウト。エゴシ投げた。スローカーブ見送る。7球目投げました。これもフォアボール。
バッターは5番大山。これが5度目のバッターボックス。もうスタミナないのだ。ゲッツー来てくれ。第1球投げました。初球見送ってストライク。第2球投げました。おっと、これはダメかもわからんね。今日はここまで3打数ノーヒット、1三振。第1球投げました。初球を打ちました。センターへ持っていった。センターへ来た。センターバックホーム。三塁ランナーホームイン。タイガース点差を2点に縮めました。さあ、このゲーム最大の見せ場となりました。眠い、踏ん張ってくれ。第1球投げた。初球カーブボール空振り。タイミング合いません。投げた。ボール投げた。打った。これは犠牲フライにはなりそう。犠牲フライになるか。掴みました。ランナースタートを切った。なんで三塁に行かれてるのだ。どうせ無理だし、そこはカットしないと。同点のランナーを三塁まで進めて何考えてるのだ。チームメイトが迎えます。リプレイをここまで2安打の梅野。でもあとはアウトだ。踏ん張れよ。第1球投げた。初球スローカーブ空振り。第2球見送ってボール。第3球決まってストライク。さあ、次が最後の投球になるか。次が4球目投げた。流し打ち、どうだ。これはカット。最終回で追いつかれました。その間に1塁ランナーはホームへ向かう。さよなら。さよなら。もう終わりなのだこのチーム。悔しい。一体何をやっているんですかね。さて、本日のヒーローは梅野。やっぱりこの球団じゃダメなのだ。来シーズンは絶対移籍してやるのだ。でも打たれたのも事実だしな。うるさいのだ。カ、ピッチャーを変えてきました。しっかりリベンジしてやるのだ。矢崎降板。ピッチャーは連敗ストッパー。カ投げました。嘘。痛烈な当たり。ライト交代。危ねえ。風が助けてくれたのだ。大山ツーベースヒット。カープ同点のピンチを迎えます。タイガー代走か。起用します。さあ、同点のピンチで迎えるバッターはバントか。今日はここまで3打数1安打。せないのだ。あーっと、ショーフライになった。オールグラウンドで投げました。送りバント失敗。これでワンアウト、ランナーは2塁変わりません。投げました。初球引っ張った。レフトバックワンバウンド。あっさり同点。島田ナイスピッチを打たれたらどうしよう。ないのだ。カープ最終回で追いつかれました。2対2。投げた。三振。根室見事なピッチ。投げた。打ちました。ライトへ行った。掴んで、さよならは阻止したです。点を取れば勝ち投手なのだ。9回まで終了しまして2対2。試合は延長戦にもつれ込みます。帰るのだ。カープ勝利です。さて、本日の日調子が上がれば大丈夫なのだ。何も心配はいらないのだ。カープ調子も好調に上がったのだ。8回の表、5点を追いかけます。ベイスターズの攻撃。先頭バッターは初球を打った。マクブルームの隙なのだ。一塁送球。あーっとした。ピッチャーのエラーが記録されます。ただのセカンドゴロなのに出しゃばりすぎなのだ。バッターは8番山田。ボール2ストライク。追い込んでいます。ストレート空振り三振。ボケ。高めいっぱい見逃し三振。を投げました。眠い狩りの連続最近。根室3球で仕留めてみせました。本気出せばこれくらい余裕なのだ。ではご覧いただきたいと思います。8回の表が終わって7。ベイスターズ何としても得点を。さあ、4球目また三振だ。三振。4連続三振。アームでも三振取れるのだ。球投げました。打ちました。打球は三遊間へ。一塁へ送る。アウト。勝利球が最後となるか。変化球空振り三振。根室ナイスピッチング。カープ今日はしっかり抑えたのだ。さて、本日の今日は脱三振ショーだったな。アームで三振取れることがよく分かったのだ。マジック点灯なのだ。カーピッチャー交代です。また8回からの登板なのだ。ベイスターズこの回は2番からの交代。1安打。投げた。低めのボール引っ掛けた。サード前方のフライになりました。サード取りました。では5球目投げた。低めいっぱい見逃し三振。7球はフンス。インド決まった。見逃し三振。根室最後は見逃し三振に仕留めました。
さあいよいよ最終回、トップバッターは牧。今日はここまで3打数1安打。初球から打ってった右中間へのフライですが、ライトが飛びました。これで低めボール球打った。堂林ボールを掴んだ、投げました。ゴイゴー、低め1回見逃し三振。カープ見事勝利です。さあ本日のヒーローは8回から登板させるのをやめるのだ。なんで9回だけじゃないのかな。中村さんなのだ。行くのだ。たっためし、たっためしなのだ。麻雀やるのだ。4人麻雀デビューなのだ。まずはお食いなのだ。もしもし、4人麻雀やるのだ。オッケー、残り2人は俺が呼んでくるぜ。任せたのだ。俺の出番か。さあみんなでやろうぜ。やるのだ。遠征先でも麻雀やるのだ。ほんと麻雀好きだな。わあ、ビシードと三つ又さんを呼んできたぜ。お食いのお友達ネットワークは想像以上なのだ。ふんしゅ、ふんしゅ、あ、お、テレビの人なのだ。今日の試合絶対活躍するから見ておくのだ。バンテリンドーム名古屋。カープ2点差に届かず敗れました。さて本日誰なのだ。眠い誕生日おめでとうだぜ。お、そういえば今日誕生日だったのだ。お食いは意外とマメなやつなのだ。プレゼント受け取ってくれよ。お食いのやつ何をくれたのだ。マルチビタミンのいいやつなのだ。釣りガールデビューもするのだ。ここで釣るのだ。今日は初めてだから一人で釣るのだ。ここで釣るのだ。早めに座をあげるのだ。ふんしゅ、今なのだ。釣れたのだ。大きいのだ。まあまあなのだ。たくさん釣れるのだ。大量大量なのだ。延長戦なのだ。矢崎こう同点で迎える10回です。バッターはキラッ。やば、先頭出したか。いきなりフォアボールを与えてしまいました。打順をトップに帰って強打。バントか。今日はここまで4打数1安打。バスター。あっと打ちました。これやられたな。小細工バトルフェイスなのだ。強打。いいバッティングを見せた。これはさすがにダメかもわからんね。ここから連続奪三振で抑えるのだ。さあこれが試合を決定づける場面となるか。ここはバイトやろな。第9投げた。初球送ってきました。僕なのだ。掴んだ。一塁送球。肩強くね。バントが決まりました。カープなおもピンチが続きます。ここは敬遠するのだ。足速いしな。投げました。外れた。ボール。第2球投げました。見送ってボール。第3球はここは勝負を避けました。第4球はバッテリーここは勝負を避けました。さあ頼むぞ。理想はゲッツーなのだ。第9投げました。パームボール見送ってストライク。投球これから2球目。直球高めボール。第3球を投げました。犬の際どい球ボール。投球これから4球目。ボール。これも際どい。押し出しはダメなのだ。投げました。5球目。第6球はよし打ちました。いい当たり。さよなら。帰るのだ。まあナイスピッチで打たれたらしゃあない。痛恨のさよなら負け。カープ敗れました。わろた。さあ本日のヒーローは2名。まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。負けることが多くなってきたのだ。
なんとか絶好調になってまた安定してほしいけどな。阿部さんなのだ。行くのだ。たっためし、たっためしなのだ。絶好調来たのだ。これで勝つる。チケットか。有能だな。中日のピッチャーは別に良くないのだ。確かに。すげえな。ボイルという名前は有能が多いのだ。巨人のあいつも頑張ってるな。負けることも多かったけど絶好調になったのだ。ここからは安定した投球を披露してやるのだ。続くのだ。